こんばんは、 AKB48 チームと富山県代表のハルピョンこと橋本奈々です。ということで、西川レイ卒業公演が無事終わりました。ちょっとメール書きながら、ちょっととりあえずメールを書こうと、書かなきゃなと今思っているんですけど、にゃこさん桜ありがとう、たかさん桜餅ありがとう、にゃこさん桜、あ、言ったわありがとうございます。そうそう、お疲れ様、ありがとう。お腹が空きましたね。寂しいね。本当だよね。うん。私自身本当にもう本当に何だろう。なんか MC ではなんか喋ったらみたいな話してたよ。なんか違うんですけど。喋ったのは5ヶ月前とか言ってたけど、違う、ちゃんと喋ったのはもう本当につい最近で、もう なんだろうね、ゆいさんの卒業公演とかのリハの時とかなので、11月とかだからもう4ヶ月、ちゃんと喋ったのは4ヶ月だけど、うん、でも卒業前に距離が縮まってよかったです。だって卒業しても会えるじゃんあれ、勝手に会おうとしてる私でしょ。これが卒業前に仲良くなれてなかったら卒業して会えないじゃないですか。だから卒業前に仲良くなれてとりあえずよかったです。うん、本当に。イバジュンさん、桜ありがとうございます。 A ダッシュさん、サイリウムありがとう。今日はピョンの表情だけを見て楽しむさん、桜餅ありがとう。イバジュンさん、桜餅ありがとう。浅田、何さんだろう、浅田さん、桜餅ありがとうございます。本当に全然、多分私があのメンバーの中で一番レイちゃんと仲良くなったのは最近だし、多分遊びに行ったりとかもしてないから、そう、なんだろう、思い出とかなんかすごいエピソードとかって言われたら多分一番薄いと思うんですよそう、でもそれは分かってる。だってね、まだ出会えてまだ5ヶ月とかだから、それはでももう変えられない過去だからしょうがないので、これからをね、濃いものにでも本当にいつもいつも握りつぶしたいって言ってくれたりとか、もう本当になんだろう、テレ東さんがすごい私にとってはすごく素敵な思い出だったりとか
するし、だからマジテレ東さんありがとうっていう気持ちに。サプライズレバーサミラボール1つありがとう、トラックエローサミラボール2つありがとう、7個ちょっと待ってね、歌待ってね、ありがとう、ちょっとミラーボールだけ間違えた、メールだけ、待って待ってね、ごめんね、AKB の次の次カレデスさんミラボール1つありがとう、パンダさんミラボール2つありがとう、じゃあちょっと待ってね、ちょっと一旦待ってね、710個、あとで10個歌います、ちょっと待ってね、あと、まあ、あとちょっとで終わる、新曲は歌えないですよ、まだ昨日発表というか放送されまして、私もね、あのタイトルしかね知らなかったので、そう、ドボン中じゃない、ドボンしてないよ今ドボン中でももっと喋るわドボン中ならもっと喋るわ、こんな喋らんドボン中はないよ、よし、ちょっと待ってね、今送信中のところぐるぐるしてます、送れるのかな、玉焼さん桜餅ありがとうございます、ミラーボールをまず歌いますね、よし OK、 まずミラーボールを歌います、その前に使った写真を、そう、メールで使った写真はね、他に外部漏れ禁止なので、でも削除はしない、うん、だから分かるようにしておきます、それで黒沢さん、博士セブンさん、桜餅ありがとうございます、歌います、待って10個分どこまで歌ったんだっけな、こっからだ、疲れた、水分不足、猫ペンさん、パンダさん、ペコさん、桜餅ありがとうございます、歌います、あ、やばい、待って攻撃されてる、待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ごめんね、やばいやばいやばい、くんなくんな、やばいやばいやばい、セーフ、セーフかな、アウトかな、わかんないけど、セーフだ、あ、敵の軍隊がスピードアップしました、残念でした、もうバリア張ってます、へへへ、3分かかる、あ、じゃあまだ全然平気だった
まだ全然平気だった。じゃあ普通に歌いますね。イエスと言ってよ、やだやだ今すぐ、なんでも聞いてよ、私のリクエスト、あれとってこれをとって、あれじゃなきゃこれじゃなくちゃ、あれしたいこれをしたい、ねえ早くワンツースリーフォー、じゃん。ミラボールまず4つ分ありがとう。じゃあわかんない、歌えないかもしれないけど、私歌ったことないんですよね。そう、歌ったことないから歌えるかわかんないけど、やっぱこの曲を今日は歌いたいと思います。全然なんかあのリズムとか違っても怒らないで。あ、ドボンしよう。端末変えてたから違うメンバーの声だ。よし、データ引き継ぎ完了雑踏の中を全力で走ったら人にぶつかるだろう、ゆっくりと歩きながら先を急いでも間に合わない、バラバラの意見は止めようとするより自分だけ突っ走るしかない。ダメだ、一回聞いてから歌おうちょ、本当に歌ったことないんですよね。なので今もうあのこのレイちゃんの卒業のあの公演のリハで聞いて今頑張って歌おうと思ったけど無理だったちゃんと歌います。そう、歌ったことないの。なんか8ではね何度かあの歌わせていただいてることは多分あると思うんですけど、私その時の中に選ばれてなかったので、ちょっと一旦ドボン、あとミラーボール6個歌ってからドボン始めよう。ちゃんと歌うね。歌詞 iPad で出そう。パンダさん、さくらありがとうございます。よし、こういうやつちゃんとダンスもあんま分かんない。雑踏の中を全力で走ったら人にぶつかるだろう、ゆっくりと歩きながら先を急いでも間に合わない、バラバラの意見まとめようとするより自分だけ突っ走るしかない、説得なんかでは誰もついてくるわけがないんだよ。あと2個、ちょっとどん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 って来すぎてちょっとふうしかない
瀬戸区なんかでは誰もついてくるわけがないんだよ。この胸のどこか熱くなってきた、無性に叫びたい、強い衝動に駆られたように、思いを貫こう前のめりに。ミラボールありがとうございます。そして今4つ来た、待ってね。じゃあこの後4つ分今から歌います。ありがとう。歌えるかな。太陽に思いを貫こう前のめりに、僕が行かなくちゃ誰が行くと言うんだよ、もう気にしない、勝手にスタートするぞ、放っておこう、何も動かない奴らは新しい夜明けだ。引く。世代交代させろ。ミラボール菊池直久さん4つありがとうございました。そしてさっきのミラーボールの方々、サプライズレバーさん5つありがとう、トラックエロさん2つありがとう、 AKB の次カレデスさん1個ありがとう、パンダさん2つありがとう、ありがとうございます。1068日2度目ましてですけど、ありがとうございます。やばいやばい、音出してたらみんなが時間合わせ始めるからね、ダメなんですよ、まだ時間合わせはダメ、まだダメはい、今日はレイちゃんの卒業公演だったんですけど、あやばい待って、お守り使用しなきゃ。見に来てくださった方、 DMM さんで見た方いますか。いるよね、そりゃ。秘密さん、桜のお友達さん、桜餅ありがとう、すみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう。桜餅あのイベントチャレンジとかでもらえると思うので、桜餅待ってます。タタンさん、伊賀の藤丸さん、桜餅ありがとうございます。いかがでしたか花びらでも多分いいはずですよ。あれ違うのかな、あんまりね分かってないんですよ私もそう、多分メンバーあんま分かってないみんなタッタンさん、シシマンさん、 A ダッシュさん、ともゆきさん、桜餅ありがとうございます、ありがとう。ねあれはね、いつなんだろうな、いいのかな、どうなんだろうな。アイドル好きさん、ゆいぴょんさん、レクサーさん、桜餅ありがとう、ふみやさん、桜餅ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。降る桜餅、そんなのあんの、降る桜餅どういうこと、降ってくるの桜餅が。コロポックルさん、桜餅ありがとうございます、ゆいぴょんさんハートありがとうございます。桜餅が降ってくるってことどういうことだろう。ギフト的にはえっと満開タワーと、満開タワーと、満開、嘘です、すいません、満開タワー、まあ、桜のタワーですね。あとはお花見ペンギン、キレイ、関東桜餅アニメ、あこれか、関西桜餅アニメ、舞い散る桜、桜らんまん、春らんまん、関東の桜餅アニメじゃないやつ、関西の桜餅アニメじゃないやつが多分桜前線ギフトです。あ、ほんとだ、降ってる、降る桜餅だ、ありがとう、降る桜餅。ともゆきさん、桜餅ありがとう、くじのだいごさん、桜餅ありがとう、菅原さん、桜餅ありがとう、ひみつさん、桜餅ありがとう、ありがとうございます。富山は関西、関東、私は関西、関西の方が好きです。なんか関東の、なんか昔ね関東の桜餅
もうなんか家庭科の調理実習かなんかで作ったことがあるんですけど、なんかねもちもちしてる方が私は好きだから関西の方が好きだった。つっちーさん桜餅ありがとうございます。さて今日はれいちゃんの卒業公演があって、私は、初日とエブリデイカチューシャー、そしてあなたがいてくれたからの3曲に出演させていただいたんですけど、そうですね本当になんか一番嬉しかったっていうと、いうかなんだろう、本当に嬉しかったのがエブリデイカチューシャーで下尾くんと、下尾くん私はみゆちゃんって呼ぶんです、みゆちゃんと私とれいちゃんの3人で歌うところがあったと思うんですけど、そこの練習リハの時になんかれいちゃんがあのここは推しパートなんですよって言ってくれて、そう嬉しいと思って、推しって言われて、あ綺麗アイドル好きさん綺麗ありがとうございます、そう推しって言われたので推しとしてあの頑張ってあのレイちゃんと一緒に歌わせてもらって、エブリデイカチューシャはあのセンターがレイちゃんなんですけど、その次のポジションで一緒に歌う場面とか多かったりとか、あの2人でこういう感じのところが多かったりとか、一緒に回ったりとかそうレイちゃんとそういう感じでできたのですごい嬉しかったし、初日はあのめぐみんと一緒の歌割りだったんですけど、あのめぐみんとはねなかなか一緒に劇場に出れることがなかったので、そういうのもすごい嬉しかったし、そう今日はいっぱいハグしてもらいましたはい、おやすメール、あ届いた、おやすメールにも私なんかあんまりその顔が可愛くはないから、なんか外にはっていうか SNS 上にはあんまり出したくないけど、でもすごい好きな雰囲気の写真だったので、なんかみんなには見てもらいたいなと思ってメールの方には載せさせていただいたんですけど、すごいいい写真でしょうん、初日で B 先取りそれは本当に B のメンバーが次 B っていうメンバーとかが多かったりとかしてて、てかずっとに出てない、 A チーム A じゃない人って感じでしたねそう現チーム A じゃないメンバーが、ぴょんちゃん今日大人っぽい、今日ハーフツインしてた、そうもう撮ってもらってスタッフさんじゃないやメイクさんに撮っていただいて、うん、今日大人っぽいマジやった、いつもとメイクあんま違くないかな、最後にジッパー見れてよかったです、それなレイちゃんのジッパーなんてもういつ見れるんって思ってたからね、私も見れてよかったですよやばい人だけど本当にダイエットを頑張ったんだなって思いました。え、なんかもともと細かったのにもっと細くなってた、ジッパーの先輩としてはあんなに綺麗なお腹を見せないでくれって思いましたあんなに綺麗なお腹見せられたらもう推しのこと一生忘れれなくなっちゃうよって、そうそのお腹をわーって思ってましたはい、ゆきりんさんとはこの間のショールームのあれの話をねちょっとさせてもらって、そうすごいありがとうございますってそう話してて、で次 B 一緒でみたいな話してたりとか、あとはちょっとこれ以上はまだ言えない話なのでそうまだ新チーム B が始まったら言いたいと思いますね、まあ、言わないかもしれないけど忘れ、そのなんていうの、その言うよって言おうとしてたことを忘れてるかもしれないけどそうでもこれ以上はまだチーム B が始まらないと言えない話なので内緒なんですけど、
楽しみにしといて、うん、あ、そのゆきにさんと話した内容は忘れないから大丈夫なんだけど、その話したことをみんなに話すっていうことを言うのを忘れ、うん、思い出すのを忘れそうだなって感じそうそうそう、だからみんなが覚えてればいいんだよともゆきさん桜ありがとうございます。しょうさん桜餅ありがとうございます。すみちゃん桜ありがとう。桜のお友達さん、お、ふる桜ありがとうございました。ありがとう。あ、爪剥がれた、やべ。お姉ちゃん家に爪置いてこっかなこれがさ、私あのいないんですけど、お兄ちゃんとかだったらさこれ爪こういうの置いといたらさ、そのお兄ちゃんの彼氏、え、間違えた、お兄ちゃんの彼女さんとかが来た時にこれ誰のって喧嘩して、浮気でしょって喧嘩になるんだろうな、ニヤニヤって思いながら私はあの面白がってますいないんでちょっとそんなことできないんですけど、はい、フォルテさん、桜餅ありがとうございます。竹兄さん桜餅ありがとうございます。悪い悪い妹えへへうん、いいじゃん、ハルピョンのお兄ちゃんだもん。いないけどねいないんだけどさ、うん、そう、全国にいっぱいいますわ、ウケる。マックミックさん桜のお友達さん、桜ふる桜ありがとうございます。夏色金魚さん桜餅ありがとうございます。ありがとう。あ、ここで言っとこ、ちょっとあんまりねツイッターで発信するとねフォロワー減るのであれなんですけど、あのツイッターが今3万3000人突破しました。昨日ぐらいから突破してて、そう、でもあの言うとフォロワーさん減っちゃうので、だいたいね 1,2 人減るんですよそうなので、あの突破した時に、突破してしばらくして、まあそんなね、そんなに減らないでしょってぐらいになってからみんなとお祝いするっていう、ありがとうございます。3万3000人嬉しい。そうそう、これレイちゃんっていうのももう使えなくなっちゃうんだ。あ、レイなんだ、レイ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 怖っ怖っ、私の今のドボンのコメントめっちゃ怖い。山内さん、北須戸康平さん、桜ありがとうございます。マックミックさんと道明寺じゃない、これは何、どっちが道明寺なの、あんま分かんない。桜餅ありがとうどっちかが道明寺なんですよね、どっちかがなんちゃらみたいな。そう、卒業メンバーは次のアップデートで定型文から消えるはず。あれ？そんなことないかな？そういうもんだと思ってた。タバヤンさん、ハートありがとうございます。どうだろう、道明寺と長明寺、あ、やめよう、どっちも桜餅って言っとこうわかんないから。ソフトバンク、あ、今日あれ勝ちました、ちょっとあんまり今日ちょっとマジ終えてない、全然何も終えてない。
調で勝った、イエーイ4連勝。今日はどことやってるんですか。あ、なんかどっかに行くって書いてあったな、ホークス。北海道行くって書いてあったんだっけ。ロッテ、あれどこに行ったの。じゃあロッテってどこ。千葉。千葉ロッテマリーンズですよね。じゃあ千葉に行くって言ってたのか。あ、幕張に行きますっていうのを私はもしかしたら北海道かなって思ったのかな。まあいいか。何でもいいや。幕張って広いイメージがあるから。うん、北海道かなって思ったんだと思います。あ、夕張と間違えた、そうしとこう。そういうことにしときます。夕張メロン単独首位、どこが。ホークスだって。よーとーぜ、さあ行こう。こいほー、カープか。カープも単独首位なのかな。まあこのままね、いい流れのまま行ってほしいですね。うん、今日はね、しのぶさんがあのなんか私の卒業公演じゃないからなんか来てくださったっていうのも変なんですけど、まあ来られてて。そうなんですよ。そうで、まあこう赤くなっちゃってるじゃないですか。わあやんちゃになったねみたいな言われて、あははってなってて。そうなんです、ちょいろんな人にやんちゃになったって言われました。そう、なんか久しぶりに会う方とか、この私、この私を見たことない人とかにやんちゃになったねって言われて、でもやんちゃになったわけじゃなくて、今、まあ、やんちゃなんですかね。B でやる勇気がないから。全然やんちゃじゃないんですよね、むしろな、小心者なんですよ。そう、B に行ってこれはできないって思ったから、だから今やるっていう。そう、でもすごいいろんな、本当に何だろう、メンバーもだし、スタッフさんもだし、メイクさんも、そのしのぶさんもだし、衣装さんも、他の衣装さんもみんな似合っているって言ってくださって。そうで、なんかあのメイクさんには、え、なんかハンピョンのファンの人ってそう、なんかそういうの髪色とかめっちゃ厳しそうって言われたんですけど、なんか結構言われるんですよね私は。あのいろんな方に、え、ハンピョンのファンの人ってなんかそういうの厳しそうみたいな。でも多分、でもなんか私がもう切る日を決めてるって言ってるし、期間限定って言っちゃってるから、多分みんなもなんかあんまりなんかつべこべ言えない、つべこべとは言ってないけど、あんまりなんかそのガンガン言えないんだと思いますっていう話を、そうしてた。しました。でもそうでしょ、実際なんかもう切るって言ってるから分かったよとしか言えないんだと思う。うん、そうそう。でもなんか前頭じゃないっていうのもあるよね、きっと。これが前頭ブリーチって呼ばれる、そう、なんていうの、もうがっつりザ全部赤ですってなったら、多分みんなは。ショックを受けて。
あの本当にあのハルピョンの元彼ですになると思うんですけど、切るっていうの分かってるしっていうのもあると思う。やんないけどね絶対。いや分かんない、絶対って言わないでおこう私に何が起こるか分からないから絶対とは言わないでおきますね。はい、でもあんまり、いや言わないでおきますはい、この髪型に純情主義の意思。え、私あれ似合うと思ってるんですけど、アメピ、アメピめっちゃ似合いそうじゃない？この髪色。アメピめっちゃ似合いそう。自分で言うのもあれだけど。お、62,000、すごい嬉しい。ありがとう。ちょっとね、30、31、明日明後日がちゃんと配信できないかもしれないから、そう今日はねあれだけど、元の劇場、元の公演の時間自体が短かったからあれだったけど、明後日は公演、普通に公演なんていう、普通の公演だし、千秋楽だからみんな「わー!」みたいになるから多分配信できなそうかなっていう気持ちではあるので、桜が奈良早で達成すること祈っているんですけど、はい竹にの存在しない元カノですさん、ハートありがとうございます。パンダさん、桜餅ありがとうございます。Aダッシュさん綺麗、ありがとう、ありがとうございます。マゲ太郎さん桜餅ありがとう。マジカのバナナちゃん桜餅ありがとう。桜のお友達さん綺麗、ありがとうございます。無料ギフト溜め込んでるけど早めに投げた方がいい。あのね、私がいつできるかがわからないから、なんか来れる来れないとかが多分みんなもねあると思うの。だから絶対にもう僕は明日明後日絶対何時にハルピョンの配信をしても絶対に僕は行きます、私は行きますみたいな人だったら、あの溜め込んでてもいいんだけどそう、でも私がそのやってる時に、やる時にみんながあの見に来れないっていう時間とかだったりしたら、そうそうあれかなっていう感じかな。うん、パンダさん桜ありがとう。猫のお友達、間違えた、桜のお友達さん桜ありがとう。猫ペンさん桜餅ありがとうございます。混ざっちゃったありがとうございます。でもなんかすごい今日は、そう毎日一個ずつ復活ね、そうなん、明日はね多分ね、このぐらいの時間は嘘だな、もうちょっと早くにしようかなっていうのは思ってて、そうまあ姉次第ではあるんですけど、そうね姉がいいよって言ってくれれば、このくらい、あこのくらいは嘘、もうちょっと早めに、まあ次の日が多分早そう、朝早そうだから、そうあんまりっていう感じなんだけど、でもうんそんな感じかな。で31はね、どのタイミングで、なんか2回公演じゃないですか、だからどのタイミングで配信しようっていうのはすごい迷ってます。うんそうなんですよね。姉さんよろしくお願いします。今いないけど今いないけどね、そうあのちゃんと連絡が来るので、おかえりよって連絡が来るので、そう公演の間でね、なんかできればいいかなとは思ってるんですけど、ただその公演の合間がさ、なんていうのあれじゃないですか、その1回目と2回目メンバーが違うから、もしもリハするってなった時になんかできないから、そうなのよ、だからうーん、な
なんか何があるか分かんないから、なんか公演の前にはやっておきたいんだけど、一応、まあ、昼公演夜公演の間なのか、その朝なのかやっておきたいんだよ一応ね。多分ね、こうやってまた時間まで作れるかもしれないんだけど、何があるか分かんないっていうのが一番怖いから、そうそうだからやっておきたいっていうのはあるの。夜ね、こうやってまたこうやってできたらいいんだけどさ、そうそうそう、それはすごい思ってるんですけど、うん、っていう気持ちかな。まあ、チケットという存在があるんですけれどもまあまあ、ファビアンの新しい髪色は鬼滅ねずこちゃんですよね。あの、私も知らなかったんですけど、ねずこちゃんっていう子をまず知らなかったので、あ、知ってたわ、ねずこちゃんは知ってたんですけど、ねずこちゃんがどういうか感じの子なのかっていうのが知らなかったのであれだったんですけど、でもこの間そのママに見せてもらったりして、え、めっちゃ私じゃんと思って、そう、ねずこちゃんで写真撮ったんですけど、あれどこ行ったっけな、ねずこちゃんでいっぱい写真撮ったの、あった。しかもね、あの前に GU さんでねずこパーカーみたいなの売ってて、それを着て、あ、ちょっと画面反射してるわ、それを着て撮ったの。めっちゃねずこじゃない？めっちゃねずこ。でもねずこちゃんみたいに可愛くないけど、そう、おでこ出したらねずこになる。竹加えましょう、竹加えましょうはやばいね竹加えようか。そう、髪長いんです。え、本気でコスプレした人みたいじゃないなんかコスプレに命かけてる人、あ、命はまではかけてない、髪をもう本当にもう、ど、もうめっちゃ根底になりたかった人みたいじゃない？違うんですけどね違うんですけど、はい、残念ながら全然鬼滅見たことないからあんま分かんないし鬼滅全一回も見たことないから何も分かんないしやばい申し訳ない。ムキムキネズミしか知らないムキムキネズミ、うん、そう、え、怒られるかな、どう思いますか。でも片付けすれば怒らないよね。いや、劇場のプレゼントを受けようかなと思ったんですけど、片付けすれば怒らないですよね、さすがに。別にそうですよね、怒らないよね。片付けしないと多分怒るけど、片付けすれば怒んないでくれるよねそう、マイシスター、そうだよね、片付けするから許して。まずはちょっとね、今日ね、あの本当に全部をあのもう本当にしばらく劇場にあのファンの皆さんからいただいたプレゼントをまあずっとなんかちょっとずつね持っては帰っては来てたんですけど、ちょっと一気に持って帰ることができなかったりとかしてて、なのでそのスタッフさんの中でもうなんかまとめられてたりしてたんですよ。だから、え、そのプレゼント僕、私その袋に入れてないよっていう人も多分いると思うんですけど、そこはちょっとご愛嬌で、もう、はい、すいませんが、ご愛嬌、もうポンポンポンって出していきます、すいません。
でもこの間までに多分いっぱい持って帰ってたから、そんなになんか思ってるほどないです。皆さんがそう計画的にちゃんと持って帰ってたので大丈夫、安心して。まずはこちら、ちょっとまずはこちら、なんかね結構メンバーの生誕ティーが多かったです。今回は、今回はっていうか、これはねまなみさんの生誕ティーです。なんかおしゃれですね。この袋とか開けたらさ、ゴミ怒られるかな。怒られるかな。怒る？怒る？怒らない。片付ければ大丈夫。そう、そう片付ければ大丈夫。こんな感じ。あ、おしゃれな、なんか、あ、なんか長めの。あ、なんか結構長くない？ T シャツにしては長い感じのあれ、 T シャツです。T シャツです。怒るな。もう考えずに開けていきたいと思います。ちゃんと終わったら片付けるのでごめんなさい、すいませんね。はいはい。ちゃんと片付けます。私はちょっと大きめのやつの方が嬉しいので。ロンティーなのかな、待って、半袖、いや半袖、半袖だけどって感じ。すみちゃん、さくらありがとう。下が長い、丈が長い、裾ではない、丈が長い。そうそう、ねえ最悪。次これは誰のだろう。何が最悪かっていうと、あのスキップされて、スキップされました、2回スキップされて、ドロー2まで渡されました。もう最悪です、悲しい、ひどい。これは誰のだろう。あ、オカリナ、オカリナって書いてあるから多分オカリナ。ちっちゃくない？私大丈夫これ。あ、でもウーマンの M か、じゃあ大丈夫かな。オカリナの生誕ティーかな。 Every day it's my treasure now The days that flow gently It's all about happiness forever This way to last forever I can make a wish for a shooting star As it flows forever どういう意味。タケニーさん、ペンギン、ペンギンのなんかありがとうございます。桜ペンギンありがとう。シシマンさん、何でしたっけ、桜餅ありがとうございます。意味全然わかんない。 Every day 毎日、 It's my treasure now 毎日が私に、え、全然わかんない、うわ無理。てかこれどこで文が切れてんのかもわかんない、ピリオドないから。 The days that flow gently わかりません。でも可愛い、オカリナが可愛いです。よいしょ、よいしょ、よいしょ、ちゃんとか、ちゃんと畳んで、畳んどこう。そしたら片付けてる、なんていうの、片付いてるっぽく見えるっしょ。袋もちゃんと畳んで、畳んで置いてあります、そこに。今えらい、えらいぞ橋本、頑張れ橋本。次
七瀬ちゃんの生誕ティーっぽいです。いつもありがとう七瀬よろしくねって書いてあるいや私何もしてないけどまあいいや私何も七瀬を育てた覚えはないんですけど、そうそう、なんか季節物とかをさ、なんか先に持って帰ってたりしてたから、こう半袖とかが後回しにしちゃってたから、生誕ティーとかが多いですね。ウーパールーパー、チーム B で着れそうな色、うん、よいしょ、ちゃんと畳んで置きます。よし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 、いい感じだぞ、片付いてそうな感じそして生誕ティーの方から先に行きます。あ、サヤリンのなんか皿サヤリンの皿もらいました。サヤリンの皿すごい、パンありがとう。これでこれって何、どうしたらいいんですか。あ、パン乗っければいいんだ。これって洗える、切って洗えるの、わかんない、待って助けて、これって洗えるんだ、飾る用とかじゃなくて洗える。じゃあ食洗機は対応してますか。あの食洗、うちは食洗機なんですけど、食洗機は対応してますでしょうか。大丈夫ですか。湿気に弱いからよく乾かしてね。あ、食洗機なんですけど、どうなんだろうな。橋本家お母様が楽をしたいがために食洗機なのですけれども、食洗機対応かどうかはコーティング次第。え、待って、わかんない、ちょっと誰か触りに来てよシールなんて貼ってないんですよね、中にも何も書いてないし。あ、まあパンぐらいならね、これだけこうやってさーってね、そのなんかドレッシングとかさ、ジャムとかつけなければ、なんかお肉の油とかつけなければ、これだけスポンジでプッて、ママ洗ってねはい、よろしく。次、生誕ティー、こちら生誕ティーかな、あ違う、これはね、これはね、こっちに入ってたの、私知ってるんだ。ここら辺はね、こっちだった。なんかみんなが持ってたのはこれみんなが持ってたから、あ、これは生誕ティーですね、きっと。XS って大丈夫？ちっちゃくないか？私これどうやって開けるんだろう。よし、開いた。お、74771、半分、ありがとう、半分だ。砂糖の中を全力で、
でも待って、前田彩香ちゃんとか残ってる、ドボン。よし、こちらででん、エイトのメンバーは、いやこれが残ってたら残ってるでしょ。エイト誰がいます、卒業した。最近、いやだから多分さ、のんのんとかはそりゃいるよ、だって一番最近だもん。え、ぜ超残ってるわ、ユッキーナとか残ってるもん超残ってるわ。でもユキちゃんいない、春本ゆき。どういう基準？残ってる人と残ってない人の基準謎、マジで謎い。ててーん、誰のだろう。え、わかん、え、これ生誕って言う、まず、あ、書いてある、クラノーなるみ、ハッピーバースデーなるみって書いてある、なるのだ。おしゃれ、パンダみたい、なるちゃんのパンダみたい。 XS って着れるのかな、すごいそこだけすごい不安だけど、なんか普段着とかでも着れそうね、なんかこういうのにさ、え、全然普段着として着れそう、これはめちゃめちゃ。なんかさっきのオカリナのは多分普段着として着てたらめっちゃ後ろにレモン背負ってるやんこいつって思われるけどそう、これは全然普段着で着れちゃいそうな感じの、おしゃれな感じで。ね。ああ、くまモン意識？だとしたらもうちょい。いやでも確かに赤と白と、ああ、くまモンかも。くまモンでした。次は。生誕系はここら辺までかな？うわ、あ、あとはね、なんかね、いっぱい、あ、これこっちですね、なんかいっぱいこういうハマちゃんのとか、オカリナのフライヤーかなこれはとか、そうすごい痛い。 XS ってそうですよ、小さいってことですよ、エクストラスモールみたいな。あ、かなちゃんのが入ってる。あ、れいちゃんの生写真、れいちゃんの卒業公演の、え、待って、この日の写りめっちゃいい、今日の写真写りめっちゃいいです、みんな顔ちっちゃく見える、なんか多分やっぱここにね髪の毛があるとね顔がちっちゃく見えるね、嬉しい、ありがたい。あと光もいい感じに当たってて、なんか今日可愛く見えます。みんなぜひ今度劇場行った時ゲットしてください、レイちゃんの卒業公演の生写真。見せないよ、だって見せたらダメでしょ、そこだけ切り取るよ、まあ、そんなことしないと思うけど、切り取る人とか現れそうだから。なんかね、さっき忍さんの話をさせていただいたときに、ママピョン用？これか、ママピョン用、こっちがママピョン用ありがとう。作れるかな、何を作る、あ、これか、なんだろう、ちょっと開けるのも、ちょっと待ってね、お手紙書き読んでた。まずかなちゃんのかわいいの、ありがとうございます。20歳卒業おめでとう、すごい、ありがとう。で全部ハマちゃんのクリアファイルに入れて持って帰ろういいクリアファイルありがとう。
あ、これもかなちゃんのかな。え、すごい。え、なにこれ。え、うわ、私がやりたかったことやってる。この人多分かなちゃんの、卒業のあれだと思うんですけど、ちゃんと袋も畳みます。ほら、タオルにこうやってメンバーの名前を入れてるの。私どこだろう、チーム K だから。そう、なんか、あ、あった、春菜橋本、春菜 H ありました。ここだ。すごい、パズルのピースみたいな感じ。私これ昔小ん中学校かなの時に先生になんか1年間ありがとうございましたみたいなプレゼント送るじゃないですか。プレゼントっていうか、なんか寄せ書きみたいな。それでこのパズルのやつを使ってやったんですよ。私パズルみたいなの結構好きで、なんでかっていうと、あのあれもそうだったと思うけど、あのなんだっけ、富山ツアーの時のあのみんなの画用紙集めましたみたいなのも多分そうだったと思うんですけど、そうそう、パズル系、パズル、なんかパズルってなんかさ、みんなで一個できるみたいなのがすごいいいじゃないですか。だから私そういうのすごい好きなんですよ。そう、はいって感じかな。一旦この生誕系ブロックは、あ、これもかな、もしかしたら、あ、そうだ、これもそうだ、多分そうっぽい。すごい素敵、かなちゃんのコップ、すごい。 Congratulations on getting into your new life. You will be taking another step とは、あ、なんて書いてあるの。 Towards? Towards? Your dreams. Keep flying.Because we have a dream, a life is brilliant. We have always been on your side. 私はいつでもあなたの味方だよ。かっこいいな。We will continue to be your fans. And we will continue to love you forever. Forever だって。ずっと好きなんじゃん。愛が詰まってるね。この中もね、黄緑ですごい、うん、素敵、ありがとうございます。ちゃんとちゃんと、あれ待って、あった、ちゃんと割らないように持って帰ります。姉の家で使うっていうのもありだけどね。いや、これは素敵なので、ね、なんか心が温まるね。割るの怖いな、割るの怖い、割りそうで怖いな。ちょっとお手紙先に読みますね。まあ、待って、12月から私置いてた、ごめんね。あ、これか、これだ、多分この方のは全部、全部このさよなの手紙も、この
写真もねこの中に入れて持って帰ろういいクリアファイルもらったわ今の方がくれたのはこちら、ダダーン。ちょっとガサガサ言いますね。私まだこんなしていいの、こんなもう痛くない、22だよ。ヒョンさんそれはもう痛いですって言われそう。だって横にめっちゃリボンついて、マジもう痛いですって言われそう。やばい、大丈夫かな。ウサギ可愛いけどね、めちゃめちゃ。でもチーム B なら大丈夫かね、こういうのを着てる子いっぱいいそう、チーム B シークレットバニー、うん、かわいい。冬だな、来年のこの時期に来ましょう、チーム B として。ちょっと今は着れないですぴょんさん痛いですって言われそうなんでうん、かわいい、うさぎちゃんかわいいね、うさぎちゃんありがとうてかこれ着てた、これ置いてた、姉にあんたもうそれ22で痛いよって言われそう、やめますあの早めに、これはもう早めにキャリーに入れます。めっちゃ可愛いんだけどね、めっちゃ好きなんだけどね私。そう、まだこれが似合う顔で居続けたいと思います。ありがとう。次これはね、なん誰なんだろうな、わかんないんだよねこの2つ。いやもしかして、この中に書いてあるかな、手紙ある？なさそうだな、なさそうだけど、またまた三十郎のグッズが届きました三十郎マウスパッドいやマウスでかワイの顔よりでかいぞ三十郎ワイの顔よりでかいぞ三十郎、君大丈夫か出た、うちのママ。うちのママ。まだあるよ、三十郎グッズ。三十郎マスク。しかも2個。しかもさ、このさ、布用ステッカーっていうさ、なんかあるじゃないですか、転写シートみたいな。それが入ってるの。おもろい。マスクに転写できるアイロンで。そしてまだ三十郎いっぱいあります。三十郎木製ストラップ、かわいい猫、これ三十郎感ないけどね、猫。あとの三十郎、あ、まだあった、三十郎トートバッグ。ちょっとあんまり写すと姉の家のあれが向こう側がバレちゃうので、ちょっとあんまり写せないんですけど、ちょっと反射がすごくて。三十郎トートバッグありがとう三十郎大好きじゃんこの人ちょっとこれはこの袋ごと持って帰るわ、ちょっと出すと怖い、細々してるものだから、出すと怖い。みんなマスクもらってんの？みんなみんなあれじゃないですか、お揃い。れいちゃんの卒業、わあ、れいちゃんのファンの方が、こちらこそありがとうございました。本当に綺麗で、本当に可愛くて、本当に本当に美しくて、本当に出会えてマジで良かったです。もうマジでこんな子に出会える人生遅れてて良かったって、
すごい思った一日だったので、うん、すっごくすっごく幸せな一日で、もう本当になんか本当にこんな子に出会えたファンの皆さんはもうなんだろう、なんかすごい羨ま、なんかもっと早く私も出会いたかったし、なんかこんな素敵な子にを推してた皆さんはもうすごくなんだろう幸せ者だなというか、うん、すごいこんな素敵な子をって思います。もういい、いい子マジで、もう本当にいい子、大好き大好き、愛してます。戻ってきたよ。どこまで見れたか、見れてたんだろう今。なんで？誰か助けて。戦ってる戦ってる今。うわー厳しいかもな。お、いけるか、このまま行ってくれ、このまま行ってくれ、いけいけ、あくびしてないんだけどあくびしてるって言われ、あくびしてないんですけど、いけるか、800、このまま1000まで行ってくれ、頼む頼む、どこまで聞こえてたかな、わかんないや、どこまで聞こえてた、みんな素敵なことを言ってくれてた雰囲気。え、もう一回言うと、本当にレイちゃんがこういてくれたから、なんかなんだろうな、その本当になんか、まあ、選抜のこととかもあったりとか、なんか自分がなんだろう、すごいなんか救われたっていうか、マジで、うん。なんか選抜とかそうじゃないとか関係なしに、もうなんか人と接するのがすごく、なんだろう、なんかそういうのも感じさせない子で、すごいなんかそんな子がなんか AKB を辞めちゃうというか、なんかそれがすごい私にとっては、私の元からいなくなっちゃうのっていう、なんか私の近くにまだずっといてよっていう気持ちでいっぱいなんですけど、でもそうやってなんかすごい私のことを、まず私のことをその AK ビンゴネオさんで見つけてくれて、でテレ東さんで一緒にロケをしていくうちに、すごいなんか全然ね、そんな本当にレイちゃんが思ってるよりも全然何もできないし、なん本当にあなたの方がすごいのよっていうのはすごい思うんだけど、でも本当にいっぱいいっぱい褒めてくれたり、いっぱい認めてくれて、それがすごい私にとっては本当に支えっていうか、すごい素敵な存在であって、なんか確かになんだろうな、なんか本当にこんな子が
っていう気持ちはすごいあるんだけど、でもレイちゃんはレイちゃんでその自分の新しい道を見つけての卒業だし、なんか私も応援しなきゃなっていう気持ちでいっぱいだし、なんか難しいんだけど、でもまあ出会えたのは本当につい最近だけど、まあ、出会ってなかったらこんなに私はなんかこんなにもなんて言うんだろう、なんか救われるというかなんかそうなれ、そういう支えだったというか、そういう存在だったのがレイちゃんであって、なんかなんて言ったらいいのか分かんないんだけど、あんまりなんか後輩にすごい支えられて、支えっていうのも私の心の支えでしたとかいうのも多分違うと思うしでも本当にそれくらいすごい、うーん、とってもとっても私の中では大きな、なんか知らない間に大きな存在になってて、なんか私あなたがいてくれたからをなんか改めて歌詞をねなんか読んでて、すごい私がレイちゃんになんかあげたいというか伝えたい言葉がすごいいっぱい詰まってるなと思ったのが、もう思ったんですね。とにかくちょっと待ってね、あなたがいてくれたから、もういっぱいいっぱい私がレイちゃんに伝えたいっていうのが、本当にコラボもね、卒業発表してからコラボしてくれたりとか、むしろレイちゃんから言ってくれて、私がさその日ちょうど配信終わろうとしてた時にね、あの連絡くれたから、なんかごめんみたいな、もう終わっちゃうんだってお話ししてたら、じゃあまたしましょうみたいな、すぐにレイちゃんがあのすぐに言ってくれたんですよ。そうで、これ本当にこの歌詞をなんか改めて読みながら思ったんですけど、あなたがいてくれたからの歌詞、特にここです。不意のさよならだった、誰のせいでもなくて、ただ違う道を行く、夢は逃げたりしない、諦めながら、あ間違えた、諦めなければ、微笑んで言ってくれたっていうところがすごい、なんかもうなんかこれは、ここはその今日の公演では歌わなかったんですけど、なんか改めてこの歌詞を読んでて思ったんです。あなたに応援されてこの道を信じてきた、いつかきっと再会して頑張りを褒められたい、本当にそう本当にそう、なんかこの歌詞マジそうって思って、冬のさよならなんですよ、まあ、まず出会ったのも冬だったんですけど、さよならも冬で、でも誰のせいでもないんです、それはレイちゃんがただ私と違う道をね、その人を笑顔にするっていう道に関しては一緒だけど、私はまだもうちょっとアイドルとしてだけど、レイちゃんは管理栄養士さんとして違う道を行く、でも夢は逃げたりしない、諦めなければ、微笑んで言ってく、あの笑顔でもう、でレイちゃんに応援されてこの道を、本当にいっぱいテレ東さんとかの終わった後とかにいっぱい褒めてくれたり認めてくれたりして、この道信じてきた、いつかきっと再会して、まあ私はねまたすぐに会うつもりですけど、でもそのアイドルとしての再会はね、またいつか、そのなんていうの、そのなんか言い方があれだな、レイちゃんがもう一回アイドルするみたいな、全然そういうことじゃなくて、なんかそのアイドルとしてなんか普通に一女の子同士としてじゃなくて、またそのレイちゃんがステージとかを見に来たりとかした時に、なんかわーすごいすごい本当にもうまたね、ハルピョンさんはみたいな言ってもらえるように、私もなんか頑張ろうっていうのをすごくすごく思ってて、だからもうこの歌詞がマジでもうレイちゃんっていう感じ私にとっては、うん、本当になんかレイちゃんがいたから
なんか多分レイちゃんと出会ってなかったらこうじゃなかった。今もっとなんかなんか今はただでさえ結構なんかズバ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 言うけど、もっと多分ズバズバ言ってたりとか、なんかやさぐれてたりとかすごい多分してたと思うし、なんか私は本当にレイちゃんといる時の自分が一番好きなんですよ。なんかそうだから、それがすごく幸せで、なんだろう、そうなのそうだから、なんかもっとるいちゃんと一緒にいたかったなっていうのがすごい正直な思いなんですけど、多分みんなが思ってるよりも私の中でのるいちゃんはすごい大きな偉大な存在で、うん、そうなの。多分れいちゃんが思ってるよりも私はれいちゃんの方が、れいちゃんのことが大好きだし、そうそうそう、だからすごい寂しいし、すごい辛いし、すごい卒業、なんかもうステージとかなんか劇場とかね、一緒のチームだったから一緒に出たかったりとかあったけど、もうそれもねできないのかとかって考えたらすごい寂しいんだけど、でも絶対に会いたいです絶対に会いましょう、はい、会おうね、うん、絶対に、はい、本当にレイちゃんにも言ったんですけど、レイちゃんといる時の私が一番自分が好きだ、自分で。なんかレイちゃんと出会ったから私はその少し絶対変われてると思うので、少しはもう本当にこの子に出会ってよかったって思える。なかなかね、なんか先輩とか、まあ、それこそ高見菜さんとかゆいさんとかはすごい先輩だし、なんか年上だし、なんか本当にこの人に出会えてよかったな、この人を知れてよかったなっていうのはすごいあるんだけど、なかなかね後輩とか年下にこの子に出会えて本当によかったって思うことなんてないから、なんか私とレイちゃんはなんか先輩後輩はなんかすごい逆なのかもしれないって思うくらい、年下年上も逆なのかもしれないっていうくらい、なんかちょっと変わった関係性なんですけどそう、でもなんかそれもいい思い出ですで、まあさっきの途中になってたんですけど、 STU の STU とハローキティちゃんとのコラボの T シャツ、かわいい STU 号もある、すごい、ありがとう、これ絶対めっちゃ着よう、 M サイズ、これはちなみに何袖、半袖でも多分普通の M サイズだから結構大きめかも。レイちゃんはねドラニーなんですよね。そうドラニーの子もね今日何人か来てたんですけど、里音ちゃんと卒業してから初めて写真撮ったそうそうなの、つい最近卒業した里音ちゃんが今日は来てたんですけど、卒業してから初めて写真ツーショット撮るっていう謎、なかなかないですよね、謎のそうそう、あとはねマジひわたんちゃん、日渡ゆいちゃんがマジでなんかコミュ力高いけどめっちゃ可愛い、なんか本当にキュルキュルって感じでもめっちゃコミュ力高いみたいな、そうそうそう、すごいめっちゃいい子、しかもめっちゃいい子、マジでいい子、うん、なんかねそれはね昨日思ったんだよね、なんかそのレッスンが終わっ昨日かなレッスンが終わった後にその後に私たち別のレッスンがまだあったのでなんかまだ残ってたんですけど、そのもうなんか
私本当にその加入してた時はなんか存在は知ってたし、山田と一緒にね制服ビキニやってたっていうのがすごい私の中で頭にあるんですけど、それもあって存在とかは知ってたし、なんかすごい細いな可愛いなっていうのは思ってたんだけど、でもなかなか喋ったりする機会とかはなかったから、多分私のことなんて知らないよなとか思ってたら、なんか今日なんか同い年ですもんねみたいな言ってくださって言ってくれて、そうなんで私のことを知ってるんだと思って、00ラインですよねみたいな、そうキラちゃん、高橋キラちゃんも00ラインその3人00ラインですもんねみたいな話を、わおなんてこの子はコミュ力が高いんだと思って、そうみたいな話しててとか、そのなんか昨日の話に戻るんだけど、昨日はお前誕生日近いんだ、そうな、昨日はそのレッスンが終わった後になんか私はめぐみんとね普通に別の話喋ってたんですよ。そしたらわざわざそこに来てお疲れ様でしたって言ってくれて、そうなんか挨拶ができるのはすごいいいことだから、絶対になんかすごいもうマジいい子マジでいい子本当に、なんか卒業したメンバーでもっとなんか仲良くなりたかったなっていうメンバーとかいっぱいいるんだけど、もうひいわたんもその一人です。うん、本当にいい子なので、うん、でもなんかそれもなんか被ってるいい子とかじゃなくて、多分本当に根からいい子なんだなっていうのが思いました。うん本当にひいわたん4月3、あ1ヶ月違いか、じゃあでも確かになんか4月って感じのお顔、なんかひよこちゃんが似合いそうな可愛い桜とひよこちゃんがなんか近くにずっといそうな感じの可愛い子なので、そう4月30、そうなんだ、でも本当に顔なんかずっと可愛い、うん、いいね、羨ましいです。ちょっとあと30分とかしかないのでポンポンポンといきますね。片付けなきゃいけないから、お姉ちゃんが帰ってくる前に、やばいんだよ本当に、やばいんだよ私は、この今のこの状態を見られた、ま、この間のねお家でやったプレゼント開封よりかはまだ整ってるけど、この状態を見られたら、あんたなんでこうどうしたんだブレブレって言われちゃうので、はい、急いで頑張りたいと思います。これは誰からかわからないスモールボールセット、青&イエロー、なんだろう、まあわかるけど、なんだろうって聞いたけどわかるけど、スモールボールセットですねはい、バツマルくん、うわバツマルくん嬉しい、ハンギョドンはねあんま分からんけどバツマルくん好きなの私だから嬉しい、開かない、あ爪が、あよし、あやばいぞこれは、このタイプの発泡スチロールはやばいやつだぞ、こういうのってさポロポロ下に落ちるやつじゃないかい、ポロポロ落としたらやばいんだぞ、かわいい、でもあれだこれだからこのまま持って帰ろう、あんまりポロポロと共に持って帰りますポロポロと共に、なんか豆と小麦違うか、かわいい、何入れるのが正しいんだろうこの中に、ね、何入れるのが正しいの、まあお皿としてあの食器棚に置いといたらママが何かに使ってくれるかな、わかんないわかんないから、あー納豆とか、でも納豆別に私その場で混ぜちゃうんだよね、ありがとう、冷ややっこ食べんのよな、うち食べんのよ冷ややっこ、そう
よし。あ、漬物、確かに漬物とかおひたし、あ、ほうれん草とかのね。あ、私ね、この間ね、思い出したの、この間ってか今思い出したんですけど、あのこの間のなんだっけ、オール視聴者感謝祭さん会った時に、私何の問題で間違えたかなって、なんかあれ何でしたっけみたいな話してたと思うんですけど、なんかほうれん草、違う、チンゲン菜を当てようみたいなやつ間違えた。ほうれん草とセロリとなんかもう一個あって、ほうれん草を選びましたごめんなさい。はい、次、マスク嬉しい、マスク嬉しい、イエベマスク C タイプ、わからん、私何べかわからんけど嬉しい。カラーマスク嬉しい、めっちゃ大きいかな、大きくないか、大人普通サイズ、待って大きいかも、ほうれん草となんかセロリとか、あ、やばい、適当に開けちゃった、この袋やべえ、やらかした、ちゃんと畳んで、ちゃんと綺麗に、あ、はい、大丈夫、なんとかなるってこれどうやって開けるんだろう、マスクはね、そうな、マスクはなんぼあってもね嬉しいですからね、本当に消耗品なのでね。あ、しかも見て、嬉しいことに個包装、絶対でかいけど、個包装です。いや、いいサイズかもな、待って、わかんない、明日使おう、1枚どれか、どれにしようかな、これにしようかな、開けよう、待って、ワンちゃんいいさ、え、あ、びっくりした、あ、びっくりしたね、ここ見たらさ、耳、耳、待って、耳の紐ないじゃんって思ったらさ、ここにありました、びっくりぽん、あ、待って、いいサイズかも、結構なんか韓国マスクってめっちゃでかいんですけど、あ、結構いいサイズかも、しかも耳も痛くならなそうな、でもこうしたら多分耳ちょっと痛くなるから、普通にしててもいいかも、あ、いい、あ、全然平気、あ、全然いい感じだ、そう、リップ落ちにくいやつ、あー、あいうえをかきくげごさしずでそ、じゃあティートータポーパーヒューヒュー、今喋っていたのは私の姉ですけど、何か私じゃありませんよ。え、ハルピョンの口元動いて見やめました。ハルピョンの口元動いてました、今。動いてないですよね。はい、私じゃないんだ、今喋ってたのは。姉です。そう、もう帰ってきちゃった。やばいやばい。明日使おう。かわいいピンクのマスク。おキャワ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 、よし、あ、やばい、これを開けるときにハートが取れました、あちゃまー、なんかこれさ、この劇場でさ、こうやってネイルやってたんですけど、そしたら、えー、すごい、持ち歩けるんですかっていろんな後輩に言われた、そうそうそうっていう話してた、えー、すごいですねって、なんか本当にみんな若い、マジいろんなものに興味示してくれる、みんな若い、ありがとうございます、マスク
で、これがさっきの多分ママピョンたちにもみたいな話なんですけど、まずうさぎさん用見て、うさぎ用になんかもらったブラッシングかな、うちのうさぎに使ってみますね。また寒毛期なので、本当にあの子たちは寒毛期なんだよ。年中無休で寒毛期なんだよマジ。困る。そしてこれが多分ママピョン、ママピョン用みたいな書いてあった、ママピョン A みたいな書いてあった不織布スポンジ。絶対使えないこんなの、可愛くて、うん、可愛くて使えない。かわいい。ママピョン用とウサちゃん用って書いてありましたで、これが私用お手紙、お手紙、あ、待って、オカリナじゃない、ハマちゃんの、ハマちゃんのクリアファイルにお手紙入れなきゃ入れなきゃ入れなきゃ。これなんだ、うん、ててててて、なんでしょう。え、かわいい、ロングヘアクリップポケモン。イーブイタン、こういうのを、あ、見て、卒業パーカー、今日こういう髪の毛長いから、これを、あ、いい感じ、見て、どう見えるかな、イーブイタン、かわいい、素敵。てか私まとめ髪も似合うなはい、すいませんすごい大きい声出しちゃった。スマホケースはどうもなってない。これはなんだ、イノセンス、え、ネックレス、え、かわいい、うさぎちゃんのネックレスなんだけど、なんかね、前にね、うさぎちゃんのイヤリングはね、もういただいたことがあるんですけどね、え、これでもう、もう2つでつけよう、うさぎちゃんのイヤリングとうさぎちゃんのネックレスとダブルでつけよう。これかわいい。スマホケースは今はねこれを使ってます。そう、でもね、あんまりここがちょっと浮いてるからね、もうね、この間ね落としたのかわかんないけど画面割れました早い、ちょっと浮いてるんですよね、なんか謎にちゃんと入らなくて。そうで、でもめっちゃこれ人気、誰かに、え、誰だったかな、メンバーに、さとちゃんか、え、かわいいですって言われました、言われた今日。そう、え、でしょ、さとちゃんに布教しといたイノセンス、かわいいウサギ、ありがとう。これはつけて帰ろう、あ、でもダメだ、やめとこううん、つけて、あの、明日帰る気持ちでいた、完全にリセット公演ない気持ちでいた。そしたらさ、このままつけて、まあね、お風呂の時は外すけど、でそのままつけてこうやって寝て、あ、帰るって、帰ったらその後に、あの、お家帰って外してネックレス入れにポイって入れようと思ったけど、でもダメだダメだわ、あ、さて私劇場だった、やば、何も覚えてない。えー、ピカチュウかわいいよ、ピカチュウかわいいよ、ナノブロックのピカチュウかわいい、ピカピカかわいい作ってないけど、いつかのショールームイベントの時に作りますかいつかショールームイベントがあったら作るかもしれませんはい、
そして最後こちら、ででん、なんだ、え、 EV のプラモデル、マジか、これも作らなきゃこれも作らなきゃ、あのいつかショールームイベントがあったら作りたいと思います。うわー、こういうのってさ、なんか本気でやったらやるだけすごいやつになるやつだよね、こういうのって。あ、待って、もう一個ある、え、かわいい、大人っぽい、しかもイヤリング、嬉しい、大人っぽいお花の、最近こういうお花が中に入ってる、なんか押し花みたいなのが入ってるイヤリングがすごい好きで、え、めっちゃかわいい、ありがとうございます、すごくかわいい、似合う、なんかこの髪色と相まってめっちゃいいですね、似合う、なんかお花見じゃないや、なんだっけ、花火見に行ってそう、このなんかまとめ髪にこういうなんかおしゃれな花のイヤリング、めっちゃ花火見に行ってそうありがとうございます。これもあれ、さっきのネックレスのところに入れとく、あ、待って、お皿お皿しまったと思って箱閉めたんですけど、お皿めっちゃそのままにしてた、今ここの中に入ってます。あ、でもこういう置き方も可愛いね、小物入れっていうんですか、なんかこうやって置いとく、これも可愛いかも、普通にお皿として使うんじゃなくて小物入れとして使うの可愛いかも。これはでもショールームイベントの時のだから一括りにしとこう、まあ、ショールームイベントがね久しくなかったらまた普通の配信で作るかもしれません、その時はよろしく、ありがとう、終わり、まだです、嘘です、終わってないです。でここからがレイちゃんの卒業公演のなんかグッズみたいな感じなんですけど、え、すごい、え、レイちゃんってこんなにいっぱいいろんな選抜に選ばれてるんだ、いろんな曲の若手選抜とかね、そんなすごい子なのねうん、まあ何でもできるよこの子は、本当に顔も可愛いし、うん、ドボンやってますよ今。でもみんなはやらないで、みんなはハート貯めといてください、やめてよ、やらないでよ、みんなハート貯めとくんだよ、CM の回復分とかはねぜひ一緒にやってください、よろしくどうぞ。で、じゃじゃん、レイちゃん卒業おめでとう、これかわいい、砂糖の中を全力で走ってぶつかるだろう、ジェネチン、これまとめ髪いいな、結構ハイピョン、ここすっきりしてる方がいいのかな、どうなんだろう、
まあチーム B ではね、公演たくさん出ていろんな髪型できるように頑張ります。ちょっと K ではなんか最初ツインテールばっかしてたし、うん、ちょっと水野もずっと携帯のスタンドになってた。劇場のお水、うん、めちゃ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 見せちゃっちゃうじゃん喋れてないめっちゃ見せてちゃ見せちゃってた。普通に飲んでたね今。無意識って怖無意識って怖で、れいちゃんのファンの方から、れいちゃんのファンの方からお手紙、お手紙っていうかメッセージカードいただきました。ありがとう。そしてお、ようやく半分か。これで7万5千でようやく半分。ありがとうみんな、長い道のりだ。じゃじゃーん、じゃ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 、え、どういう畳み方これ。チームペコリ、え、すごい、え、すごい、餃子ちゃん、なにこの名前いるの、この餃子って名前いますか、これ。この餃子って名前あります。サムデイ、サムウェアアゲイン。あ、しかも待って、嬉しい、ロンティーだからもう今すぐにでも着れる。やった、かわいい。あさっての K 公演でこれ着てたら変ですか早くねってなるでもめぐみんもいないし、そう、同じポジションだから K、 めぐみんしかいなかったから今日誰もわかんない、普通に持ってると思われる、普通に持ってるんだなって、なんかこれまでに持ってたんだなっていうのが絶対、そういうなんていうの、誰もわかんないよ私がそのもらって着てる、もらってすぐ着てるっていうことは誰もわかんないうん、かわいい。しかも誰かのためにのあれみたいな感じのあれでね、餃子。レッスンに持ってきたけどこれ着ようかな、迷うな、ちょっと迷っときます。え、でもその日のさ気温によるな、マジ30日か、そう、あったかかったらあれだけど、31日か、明日が30?劇場終わったらもうドボンしかしてない人間になるんだろうな私はやばいやばい、頑張ろう頑張ろう劇場終わったらすぐドボンなんだろう、もう明日は、明日一日ゆっくりしたいリセット公演覚えなきゃ。オートじゃないよ、オートでやってませんので私は、もう胸を張って言います、私はオートじゃないです。31日予報だと23度、マジめっちゃ高いやん、私と出会ってほしい。オートじゃないんだよ本当に。まあなんかそのあれがあれになって、あれがあれであれであれで何も伝わらん、あの接続が切れちゃってオートになってしまうことはあるかもしれないけど、それ以外でオートでやってることは本当にないので、一回もないので、うん、マジで胸を張って言います。23度、高いね。そうなんだ、じゃあロンティーでいいかも、これ着ようかな、じゃあ本当に本気でこれ着ようかな迷ってます。うん、だってあったかいじゃん。でもさ千秋楽だからこれ着ようかなっていうのも持ってきたんですけど、いっかいっか、
で、まあ最後これまあうちわとかさっきも言ったけど、あ、これね見て、レイちゃん、レイちゃんの多分ファンの方がね気遣って全員に、全員スヌーピーのこれでした。かわいい。しかもお弁当箱みたいな感じだからめっちゃ使います。使います。ピクニック、これでレイちゃんとこれでピクニック行きます。みんな思ってそう。今日出たみんな思ってそう。あとはね、見て見て、なんだろうこれは、あんまりわかんないんだけど、なんか素敵なお花みたいなのをプレゼントしていただきました。レイちゃんのファンの方から。あ、すごい、卒業記念、西川レイ卒業記念。すごい。飾ろう。お部屋に飾ります。かわいい。ありがとう。ちょっと大事に持ってくる。今日ちょっとすごい、あの、なんていうの、割れそうなものいっぱいもらっちゃった。うん、割れそうなものいっぱいもらっちゃったよ。気をつけて、割れそうなもの全部この中に入れとこう。この袋は気をつけて持って帰る。で、私が話したかった話がねまだあるんですけど、あの、なんだっけ、そのしのぶさんが、しのぶさんと私ずっとしてる、しのぶさんが来てくださって、来てくださったっていうかおられて、そうで本当になんかちょっとおしゃべりさせてもらったんですけど、なんかあのなんかね、選抜入ろうねみたいな話をしてくださって、もう頑張るって思いました。なんかそう、本当に、うん、今日の累戦でさ、それ言われるとマジ泣きそうになっちゃって、だってもうれいちゃんがっていうので、もうなんかすごいうーって思ってるのに、なんかもっとそんなね、そんなあーうーってなりました。すごい、うん、いや私はあのしのぶさんからは赤ちゃんって言われてるので、もう赤ちゃん、赤ちゃんこんなに髪染めてって言われちゃう。似合、でもめっちゃ似合ってるねって言われて嬉しかったです。まあ切っちゃうんですけどね。切っちゃうんですけどね。そうやばい、もう57分待って終わります。いや本当にもう西川レイはマジでもうあのすごい人です。本当にすごい人です。こんな人に出会えてマジでよかった。本当にもうもうこんな素敵な人にもっと早く出会いたかったっていう気持ちはあるんですけど、こんな素敵な人に本当に出会えて本当に本当に本当によかった。それがもう私が今日伝えたい話です。西川レイありがとう、西川レイ。ということでランキングいきたいと思います。1位パンダさんありがとうございます。2位サプライズレバーさんありがとうございます。3位竹兄さんありがとうございます。4位桜のお友達さんありがとうございます。5位菊池直久さんありがとうございます。6位 A ダッシュアットピョンドさんありがとうございます。7位、9時の大吾さんありがとうございます。8位、アイドル月さんありがとうございます。9位マックミックさんありがとうございます。10位すみちゃんと11日ぶりに吸ったお外の空気は格別でした、よかった。12位ともゆきさんありがとうございます。13位伊賀の藤丸さんありがとうございます。12位伊賀の藤丸さんありがとうございます。13位トラックエローアットコリさんありがとうございます。そう、今日のピョンムービーはレイちゃんに出演してもらってます。頑張った。そしたらね、すごい、まあ見てください。うん、見てください、よろしく。そして本日のラッキー888位はマダオさんです、ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。あとしのぶさんに言われたのは、あのなんかハルピョンはもう里見なちさんとすごい似てるところがあるよねみたいな、すごいネットではもう DD がとか言ってるのに、こういうなんかこういうとこ来たらこうなるよねっていう
話、めっちゃ私のこと分かられてるやんと思いながら、いやそうなんですよねって話を今日させてもらいましたということで、それではうさぎの間違えたキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、11,958人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃった山県代表ハルピョンこと橋本アルナでした。もうレイちゃんラブ、ありがとうレイちゃん、もうこれからもよろしくレイちゃん、好き大好きおやすみなさい、バイバーイ。